ビニスさん、あなたに限ってはまだパジャマだ。パジャマだし。ミニちゃんまだパジャマだ。はい、じゃあね。皆さんちょっとスマホ置いてください。バイユミちゃんに。これママ、ママのコーヒー。これしほちゃんがね、母の日にね、このコップをね、プラザで買ってくれた。これ毎日愛用してます。ダラダラさんいいですか？はい、いいですか？はい、これから撮影しまーす。早っ。今日は？今日はですね、はい、なんと大事なので3回言いました。5回じゃん。あ、4回言ってた？なんと5回。まあいいや。今日はですね、24時間企画をします。寝ちゃうよ。24時間企画、しほりみ家では初かな。初だね。はい、じゃあ何をするかというと、スマホ禁止です。しかもゲームも禁止です。スイッチもダメ。そう、スマホゲーム禁止です。え、嫌じゃない。隠しとこ。ダメダメです。はい、ください。今12時さっき、まあ、今12時もあったので、はい、どうしよう。ママの携帯だからね。あ、じゃあしほちゃんの携帯持ってきてください。それで上にある。リミの携帯なんか変なことなってるよ。え、そうなんだ。そんなこと言っても手に入れようってことじゃないでしょうね。ちょっと、はい、返して。募集です。しほりみが分からないところに。ねえ、どこに隠すの？リミ見ちゃおう。ないしょ。リミ見ちゃおう。ダメだよ、勝手に携帯触ったら罰金だからね。罰金って？お金、お小遣い没収。いいよ。ダメ。何いいよとか言ってんの。だってスマホ好きなんだ。あ、じゃあもしスマホを見つけて勝手に見たら1週間禁止します。やだ。でしょ？だからダメでしょ、見ない方がいいでしょ。だから途中で見なきゃいいんだよ。見たら1週間禁止になる。ねえ、嫌だよ。あ、しほちゃん持ってきてくれましたね。ねえ、しーちゃん嫌だよ。はい、じゃあしほちゃんの携帯も。え、だってさ、スマホもさ、見つけてみたら1週間になるんだよ。じゃあ見つけずるしようとしてるからだよ。ねえ、見つけなきゃいいんだよ。24時間頑張れば別に。24時間なんてあっという間だよ。そうだよ。しかも寝てる時間もあるからね。実質は24時間も。もともと24時間もスマホ触らないでしょ、うちは。触るわけないですよ。触ってたら怖いよ。スマホとゲームってか、スイッチも何気に最近やってないしね。やってない。だってリミのスイッチ充電切れだし。うん。ねえ、どっか行った。どっか行っちゃったわ、大げさでしょ。さすがにそれはないでしょ。どっか行った。私ちゃんと管理してるんで。やることやることの間の休憩にスマホっていうものが絶対にみんな出てくるよね。 YouTube 見たり、そうね、あといろいろ、あの、TikTok 見たり、インスタたまに白黒の写真見に行く。うん。リミちゃんはもう YouTube オンリーですよね。ちょっとゲームの時もあるけど、ほぼ YouTube オンリーだよね。うん。うん。TikTok とかあんま見ないでしょ？最近。興味なくて。うん？どうしたの？そうだった。あれ？あれ？なんか今。なかった？撮ってたの？ダメだよ。気づかなかったもん。ちょっと後でこれどうにかしなくちゃ。なになに、虫？え？めっちゃちっちゃい。虫だ？米粒よりちっちゃかった。これじゃないよ。はい、じゃあね、これからちょっと24時間、うん、スマホなし。いける、全然余裕だよ。余裕、1週間の余裕だよ。じゃあ明日のお昼までね。うん、明日だって24時間だよ。今日の今12時からスタートしたから、明日の12時までだよ、24時間って。12時まで寝てればいいの。そういうこと言う。ねえ、リミちゃん。大丈夫。
ほいさん。言い方。え、じゃあ何する？何そうだね。計画したい。本当に悲しんでる子がいる。大丈夫です、すぐ終わるから。でもそんなにさ、スマホに依存してたらダメなんだもんな、リミちゃん。小学2年生なんだから。リミちゃんが特にね、夏休みに、移動の時とか、もうね、ちょっとの時間が来てすぐスマホを持ってるからね。これはいい機会だなってママは思いました。いいよ、リミちゃん。夏休みになってから、リミちゃんのスマホ見、しほちゃんもそうでもないかなと思うんだけど、リミちゃんのスマホ依存がね、最近激しいので。隠れて見てるんだよ。ん？そう。隠れて見てるの？上で見てるんだよ。あ、上で充電しながら見てるよ。うん、バイオもね。あと、アイノリも見てて。そう、最近ね、アイノリをね、ハマってて。そう、ネットフリックスでね、アイノリ見てるんです。ね、でも今回はアイノリ、ネットも禁止なので。まず、携帯自体が禁止だから。そうそう、携帯がないから、まあ、しほりにパソコンでネットっていうのもないと思うけど。パソコンも出ないし、あ、打てるか。ネット禁止なので。はい。スマホと、ゲームと。パソコンと。はい、ネットフリックスもね、ネットに繋がないとね。そう、ママたちは。ママたちは、ママも極力禁止ですが、ママたちはやっぱり大人なので、いろいろなね。ママ友とかいるじゃん。ママ友は別にいいけど、パパはなんかお仕事で LINE とか来るから、パパはダメだって。まあでもな、ネットとかは見ないようにするみたいなことを言ってました。ママ、ママ友とかいるから。ママ友って別にいた。あなたたちは別にね、スマホを持たなくても生活できる年なんだよ。できるよ。あ、すごい分かってる。すごい分かってる。そんなスマホ欲しいの？レミちゃんは本当依存してるからね、最近ね。いい機会かなと思います。はい、じゃあそれぞれ皆さん好きなことを始めてください。掃除してきます。掃除？部屋の？あのね、ソファーをきれいにしてね。学校行かんじゃないの？今暑いか。暑い。もうちょっと涼しくなって。3時ぐらいに行こう。リミ行く？ていうか、リミちゃんまだパジャマなんですけど、もうリアルなね、夏休みのこのぐーたら生活が出てますね、リミちゃん。リミはぐーたら。だって、いつも9時か10時か11時に起きるもん。全部差があるね、9時か10時か11時。遅いよね。ということで、リミちゃんはまず着替えたら、それパジャマでしょ？ね。お着替えして。まだ大丈夫。まだ大丈夫ってどういうこと？お出かけとかそういう時にならないと着替えないってこと？どう思いますか？やる。リミは何するのこれから？しほちゃんのお部屋の片付けだそうです。リミ宿題。あ、宿題ある。お、いいじゃん。頑張って。まだ終わってないもんね。まだいっぱい終わってない。パパ。パパ。パパ。捕まえて。あら、どうして逃げるんですか、お前は。リミは逃げない。リミ逃げなかった、ママ。しっちゃん、おいしな。ヒロが猫乗ってたのね。うん。びっくりしたね。はい、しほちゃんね、ちょっと夏休みで机がちょい汚いになってるから片付けてます。はい、そういうことね。さっき片付けって言ったの。うん、まあしょうがない、しょうがない。これはね、でね、見てこれ、空のティッシュしてないとね。私タグ取れないタイプなんですよ、服以外。そうなの？だからちゃんとタグを都内で使って。いや、それゴミじゃん。見て。あ、それ洗濯したやつね。私ね、うん、これ大好きで、チゴって書いてあるの。そうそうそう。かわいいよね、これね。高かったんだよ、これ。高かったの。
まだ30分しか経ってませんでさ、これ捨てるじゃん、うん、まあとりあえずじゃあゆっくりお片付けしてください。多分熱中すればすぐ時間が過ぎるかな。あのね、ここに紐垂らしたいの、うん、あー言ってたね。わかる？うん、はい、じゃあペラ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 、ママがいるとペラペラすごいのでお手手が進まないのですいません。じゃあもう去りますね、うん、じゃあお片付け頑張ってください。うん、見てバイバイ。コード充電器、はい、スマホを預かりましたので充電器もらあげる。充電器はいいですいりません。いらないの、うん、バイバイ。あ、見て見て見て、なにこれ、この前の2月15日で買ったやつ。どれ？あ、帽子ね。それお祭りの時とかもかぶったじゃん。そう、かぶってたでしょ。うん、でね、一番お気に入りなの最近。そうなんだ。だから大切にそこに置いてあるのね。でさ、今度さ、ワークインにさ、帽子のなんか入れ歯を作りたい。あれ前作ってなかったっけ。でもってな、そうだ、ベルトだけ作ったの。ベルトだけ。じゃあ今度帽子かけみたいなの買おう、100均で。なんかね、うん、帽子ずっとね、うん、ここにね、かけた。ああ、そうかそうかそうか。ああ、倒れた。いいじゃん、それで別に。でもね、帽子の量が多くなって、かけられなくなった。そうだね。前はこの白いのだけとかだったからさ、最近ほら、わかるこれ。あ、エブリデイで撮ったやつとかさ。エブリデイのだ。そうそう、帽子がいっぱい出てきてさ。そっかそっか。じゃあ、ウォークインに勝たせるようにね、なんか、ハンガー。そう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 、それが欲しい。わかりました。で、あとほら。あ、それね。これがね、物置小屋から出てきた。物置小屋ってどこですか？あの、和室。あー、和室ね、下のね。あそこから出てきたやつとか、あって。はい。はい、じゃあ。暑い、この部屋。暑いでしょ？ほら。エアコンかけてんのにね。まだ効いてきてないね。さっきかけたばっかり。さっきかけたばっかり。だよね、暑い。友達からもらったやつ。あ、可愛い、手作りじゃない？そう、幼稚園の友達。かわいい、上手。幼稚園。あ、この前映画行った時のね。そう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 。ね、なんで今、お化け？落ちてた。もう。本当はね、ベッドの上にあったのよ。そっか。あ、まあいいや、じゃあとりあえずママ去りますね。で、これをが。はいはいはい。まだ喋り足りない。待って待って、見て、これ、カービィ。カービィ知ってるよ、それ。DS のやつでしょ。3DS じゃなくて、なんで、スイッチのやつ。でも今日触れないからです。そうだ、スイッチも触れない。スイッチ募集してないけど、まあ、いっか。どうせ充電ないでしょ。スイッチ募集してよ。あるよ。嘘、どこにあるの？てるてーはい、リミのスイッチも。はい、じゃあ2台ね。預かります。お、翔ちゃんの中入ってるのちゃんと確認して。中空なんじゃないの？もう多いでしょ。あ、入ってますね、ちゃんと。カセットもちゃんと入ってますので。うん、じゃ、これここじゃないの、ピッチ。そう、ここ。ほんとはカービィそこにつくんじゃないの？そう、つけときなの。ほら、ね、いいでしょう。あ、じゃあゲームも持ってきまーす。一応募集しときまーす。はい。こっそりやられたら大変なので。じゃあママも去るからね。もう喋んないでね。バイバイ。バイバイ。私喋りたいタイプ。めっちゃ、リミのスイッチあったの。リミ、宿題順調ですか？今ね、翔ちゃんに教えてもらって、リミのスイッチも募集してきました。え、どこにあった？どこにあったかもわかんないの、うん、あの、テレビ台のところにちゃんとしまってあったよ。じゃあ、お姉ちゃんがしまってくれたんじゃない？誰しまったんだ？翔ちゃんでしょ？きっと。リミがしまってないなら、翔ちゃんでしょ？お姉さんもしまってくれたんだ。リミのね、ケースどこ行ったの？知らないよ。ケースないの？うん、どっか、あの、机の荷物の山のどっかにあるんじゃない？ここかな？だって前、和室にあったもん。まあいいよ。はい、じゃあ、宿題頑張ってくださいね。疲れ果てましたか？お勉強。どうした？お腹痛い？お腹痛いのか。大丈夫ですか？え、こっちの片付けに移ってますか？うん、どうしよう。お、時計つけたんだね。
そう、前からつけてたんだけどね。あ、そっか、落ちちゃってたっつうのね、重みでね。そう、だからね、フックを変えて、うんうん、イエーイ、できました。できたね、いいじゃん、いいじゃん、めっちゃいいでしょ、うん、めっちゃ考えた、うん。じゃあここで撮影もね、うん、たまにだけど、調理美研究室であまり撮影できてないけどね、頑張りましょう。はい、いただきます。休憩です。うーん、すごい痛い。いつもこれ食べながらスマホ持ってない。確かに実感がね、こういう時に実感がね、スマホないのね。こういう時に相乗り見てたとかさ、うん、やってる。バイニューチャンネルみたいな。確かにみんなそうだよね。寂しそう。おいしい。あ、でもこうアイスの味を噛みしめられていいんじゃない。うん、たまには。なんか私食べるの早いからさ、ゆっくり食べる。すぐなくなっちゃうの、いつも。リミにいつも早って言われる。そうなの？意外。アイスはワクワク食べちゃう。今2時半です。え？ 1 時半じゃない？間違えました。1時半だよ、まだ。1時間半しか経ってませんけど。まだ1時間半です。もう2時間半経ってるよ。1時間半でまだ。まだ？うん。まだ1時35分。もう2時間半にしてください。なんでよ。ダメです。リミもアイス食べんの？うん。私はアイスない。もうアイスないんです。なんで？なんでって。で、アイス食べ終わったの、それ？うん、うん。コロンがすごいのに、パクパン。なんでチーって言うの？ん？なんでチーって言うの？なんでチーって言うの？何持ってくの？動画のネタ。あ、そうだね。ボリューム研究室の動画のネタです。うん、今から撮ります。バイバイ。もうなくなった。うん、じゃあ落ちたら。着替えないよ、さすがに。これから学校行くのに。あ、そうだ、その学校で行くの。うん、なんかある。あー、もうやばい、ね、溶け溶けでやばい。もうほんと全然ダメ。うん、一回見てて。うん、
きます。ほら、良くない？それアイスというよりなんかつけて食べてるだけっぽい感じ。そう。あ、ちなみにこちらのスマホはね、ママのスマホで、これは特別にね、カメラ代わりなのでね、撮影しなきゃいけないので。え、ママのスマホだったの？そうだよ。ちょっとね、今許可してます。許可して、お借りしてんの。普通のおやつパーティーになってますね。うん、撮影終わったからね。撮影終わりましたか？うん。はい、じゃあスマホ回収して持ってってよろしいでしょうか？うん。はい、じゃあ編集するのは後日、どうせ後日だと思うので、うん、今日はしないでしょ。うん。じゃあスマホまたママのもので返してもらうね。ボーイボーイ。リミさん、お昼ですか？お昼寝タイムですか？リミ、なんでそんな眠いの？疲れた？今日何もしてなくない？してなくない。だってさ、宿題もさ、結局ちょっとしかやってないでしょ。ちょっとしかやってなくない。そうなので、足ロコロとゴロゴロして、で、クーリッシュのアイス食べて、お腹が痛いってまたゴロゴロしてたくらいじゃない？違う。あとこれ今撮影はちょっとさ、しかもとんがりコーンとクーリッシュを食べるという最高な撮影で。最高じゃん。なんでそんな疲れてるの？え、だってさ、うん、スマホさ、うん、あのさ、うん、撤収されたもん。スマホないと疲れちゃうの？うん。なんでよ。スマホないと疲れないでしょ、逆に。疲れんの。これからもっと疲れるけどいい？なんで？学校行くよ。いいよ。いいね。え、学校は疲れないの？多分。本当？もうすぐ3時？てかさ、3時になってやっと3時間だよ。そっか。スマホ禁止でリミ。まだ3時間？まだ3時間だよ。あと3時間。はい、なので今からね、こちらを、この宿題、うん、植物の観察ですね。で、しほちゃんの植物はなんか学校にみんなね、あるみたいで、夏休みにね、やっぱり学校に来て観察しなきゃいけないっていうことなんだね。そうなんです。はい、なのでね、しょうがないの学校行ってください。はい。はい、じゃあね、リミちゃんも暇なのでね、一緒に行くみたいです。行ってきます。スマホないしね。いつもはリミは行かないけどね。行っちゃった。行ってきます。気をつけてね。行ってきます。いらっしゃい。はい、ちはい、おかえり。はい、汗びっしょり。リミすごい汗だよ。しーちゃんよりリミの方が汗すごい。見て見て見て。やってきた。はい、ちゃんとどうだった？え、たくさん。そして今から色塗るの？そう。はい、じゃあね、色塗ったりね、あとはもう完成させるだけだね。うん。これで一つ宿題も進みました。イエーイ。めっちゃ暑い。暑いね。はい、じゃあお疲れ様でしたと言っても、まだ今は3時半過ぎ。はい、じゃあスマホないですけど、ちょっとゆっくりしてください。ゆっくりできません。うん、何しよう。スマホ見る。スマホ禁止です。じゃあ寝てな。もんだって眠れないんだもん。リミ、宿題終わってないよ、あなた。そっか。そっかじゃなくて。あ、やだ。でも今日ちょっとね、お出かけちょっとします。ねえ、明日もあるから明日でいいでしょ。何を？宿題。別に明日でも明後日でも明後日でも、いつでも、夏休み中なら別にいつでもいいんだよ、宿題。ただリミちゃんが早めにやっといた方がいいかなって思っただけでやってるわけであって、ねえ、別にいいんだよ、リミ。9月1日までにやれば。9月1日に全部お休みで。うん、そう、9月、そう、ある意味9月1日に全部やってもいいんだよ。でもママいないからね、9月1日。ん？
9月1日しほちゃんのダンスの発表会だから、ママお家にいないから。私もね、あのね、会場に行ってるから。私もいない。だから日々頑張っていこうね、宿題。そういうこと。はい、掃除して掃除して。なんでここも掃除して。なんでママ掃除しないの。びちょびちょだよ、びちょびちょ。なんでママ掃除しないの。だってママやってないもん。悪いお姉さんだよ。え、ママお姉さん。だけど悪いだね。え、やったままにしちゃダメだね。片付けないといけません。悪いおばさん。おばさんじゃないわ。お姉さまよ、お姉さま。これエレナ。はい、ちゃんとお片付けもしましょうね。優しいお姉ちゃん。なんで優しいお姉ちゃんなの。やる気づいた。何やらせてもらったの。水やり。ああ、水やりやらせてもらったの。観察の時の水やり。から優しいお姉ちゃん。よかったね。ミミちゃん、なんでそんな冷たい目で見る。ねえ、ママ冷たい目で見る。ねえねえ、見て見て見て、2時間ぐらい、今3時間でしょ。びっくりした。見て見て。え？何？ああ、かわいいでしょ。この紐をつけたの。見て、エイリアンだらけだ。見えないよ、おちゃん。見て、エイリアンだらけ。ちょっと2人で一緒に喋んない。見て、エイリアンだらけ。エイリアン？あれ前からエイリアン。ここはエイリアンいなかった。え、もっと。え、じゃじゃーん。こっち？ここでしょ？ここの目が、サングラスがかかってる紐。そう、かわいいでしょ。つけたのね。そう。こうしたかったの。リムシ。そう、スライム作りたい。スライム作りたい。いいよ、作りな。イエイ。それあんま触んないでね。なんで？あ、これしほちゃんが作った自習。自学ノートで作ったスライムか。そう、これ学校に持ってきたいんだよね。展覧会の時に。だから取っとく。あ、やっくり出てる。ひっくり始めちゃった？もしかして。ひっくりじゃないよ。何？おえだよ。おえ？やめて、おえ。おえの方が嫌なんですけど。嫌だ、おえ。吐く？吐く？いつ吐く？いつ吐くの？大丈夫？いや、もう早く寝なさい、こっちで。スライム作るの。布団になってるけど、ソファーカバンが。ぐーたらぐーたら。意味。何やってんの。ママが寝なさいって言ったから寝たんだよ。だって吐くって言うからさ、気持ち悪いのかと思って。ママが寝なさいって言ったから。ムカつく子だね、あんた。ママ見えない、どこ。ママいない。なんで見えてるでしょ。見えないの。そうなの。見えないよ。はい、バイバイ。本当に。ねえ、なんでバイバイ。なんで、なんで。もう別に、だってずっとリミのこと撮っててもさ、ずっとみんなつまんないと思う。ただ寝てるリミ見てても。カメラがバイバイってこと。そう、カメラがバイバイってこと。バイバイ。最近絵描いてないからちょっとヤバくなってきた。ヤバい。今二人は犬を描いています。ママがお題を出しました。はい、犬。犬に見える。これ描けるかな。でも出来上がりは後ほど。はい、できましたか。はい。おりみちゃん、あ、これはこの白い方が白いんで、茶色い方がこれね。かわいい。白がペロペロするから舌が出てる。はい、しほちゃん。しほちゃんが体までついた。あ、かわいいじゃん。コロンのがちょっとちっちゃめになっちゃった。遠近法がね、後ろにいるのがね、コロン。で、前にいるのがペロペロしに来たの。なんか尻尾が豚みたいな。このくるんっていうのなんか、ね。待ってね、白もね、くるっとして。でも体ね、上手じゃないんだよ。白もくるってしてる。白も。豚の尻尾。そう、カラーも豚の尻尾。はい、かわいい。
何がいいかな。何がいいかな。何がいい。じゃあタピオカドリンク。タピオカドリンク。いいよいいよいいよ。2人の描くタピオカドリンクはどんなかな。はい、じゃあまた出来上がったら後ほど。後ほど。できましたね。はい。しみちゃんがこれ。お、いいじゃん。ミルクティータピオカですか。しほちゃん。はい、でしほちゃんは。ちょっと見せてください。こんな感じ。うん。かわいい。かわいい。ちっちゃい。なんか縦がちっちゃい。ね、かわいい。かわいい。かわいい感じね。かわいい。はい、同じような感じだね、二人ともね。うまい具合に同じような感じ。ね、めっちゃ同じ。次。まだやんの？やる。なんか帽子っていうね、お題にしたら、なんか、ひみちゃんは幼稚園生の麦わら帽子。ひほちゃんの帽子。書き途中。でも書いてるよ。うん。え、これね。帽子キャップと麦わら帽子。はい、じゃあちょっとこれからね、夏休みのちょっと撮影のね、予定を簡単に決めるので、はい、はい、いいですか。もうそろそろ終わりにしますよ。あと最後ラストの一人、うん、はい、ディナー、はい、今のね、白子にディナー、おやつをあげてます。煮干し、ペットの煮干し、ペット用の煮干しっていう、うん、チロンお座り、チロンお座り、お座り、お座り、チロンお座り、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 からのお手できましたできました。え、ねえ、しーちゃん、コロンのちょうだい。いや、やっとこの時間だ。はい、ということでね、今からね、撮影に行ってきたいと思います。はい、シロコロはね、お留守番です。バイバイシロ。お別れです。コロン、バイバイ。じゃあ行きましょう。はい、バイバイ。車でもスマホ見れません。はい、車内もね、スマホないのでリミがうるさいです。ね、めっちゃうるさい。ビーバー、騒いでます。ビーバー。リミ、シートベルトしてんの？してるよ。してる？ほんとだ。私ね、前に乗りなさい。暴れすぎなんですけど。よっしょいちゃん。私ね、携帯見る暇ある。ビーバーもう。ビーバー、私携帯見る暇あれば。みんな暇ある。リミうるさい、ちょっと黙って。でき、うるさい。なんか時々私酔っちゃって。あ、そうね、車に弱い。なんか無駄ね。うるさい。私ね、7時55分です。はい、ちょっとね、ホームセンターにちょっと餌を買いにしました。白子とかカメとか。そうそうそう、遅くなっちゃったかもね。やばい、あと5分だよ。急ぎます。だよ、急ぎます。走っちゃダメ、走るのはダメだ。歩いて、禁止。早歩きです。私、早歩きするとね、足音やばいの。え、よし、じゃあとりあえず買いましょう。はい、8時24分ご飯です。遅って半分。遅いね、ちょっと今日ね。ちょっと遅いね。うん。まあ、夏休みだからね。うん。ゆみちゃんはこれ、チキンステーキ。食べれますか？うん。最高。出てきました。すごいすごい。ハンバーグ、なんか、めっちゃ割れ目なんだけど。割れ目だ？めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそうだね。じゃあ、美味しくいただきましょう。うん。いただきます。まずタレをつけないで食べるとチーズの味が楽しめます。その次にソースをつけて、チーズをつけて食べる。いい、食べて。おいしい。おいしい。あ、そう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 。うんうん。右手で食べちゃった。はい。
しーちゃん、しほさん。9時17分です。はい、どうも。今日は遅いですね。9時、もう9時だよ。ちょっとお買い物して帰りましょう。ドンキ、ドンキです。9時なのにテンションが高すぎる。高すぎた。夏休みならではだね。高すぎた。まあ、スマホいじれないしね、どうせ早く帰ってもね。なんどうね、全然平気、うん、余裕なんだけど、うん、あと私1週間は耐えれる。いや、もう1ヶ月耐えれるかもしれない。本当かね。話持っちゃってる。持ってるよ、だいぶ持ってるよ。めめちゃん、おやすみ。バイバイ。白からのご飯。ドア。おやすみ。早っ。
よ。もうちょっとくっついてみちゃって、はい、おやすみ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 、このすみかドンキは安いな。ねえ、どっちがいい？好きなの食べな。メメ、チョコチップにしようか、メロンパンしようかな。どっちでもいいよ。私、違う方にする。どっちがいい？ハムじゃあ、私はパプリカにする。いいもん、いいのよ。あ、半分か。バフの。ダメだ、リミやって。はい、だってないけど、はい、私ちっちゃいんです。はい、じゃあいただきます。いただきます。ほら、見て見て見て、強くない？めっちゃもちゃもちゃ食べる。どう？美味しい？うん、うん、これチョコだからめっちゃ気をつけなきゃ。見て、ほら、ダメ、見て、うん、はい、これママだよ。そう、これママ見せてもらえな。やべえさ。でも謝ってることに気づいちゃう。涙言ったら、あれって何ですか？ママやってます。笑ってる、めっちゃ笑ってる。ババ抜きです。ババ抜きでしょ。コロン、コロンに言ったりしてます。コロン一緒にやってるペア。そうなの、うん、コロンとペアなの。そうね。コロンね、さっき噛もうとしてたよ。コリャン噛もう。じゃあやろう。うん、じゃあやります。バイバイ。テレビ見れました。今10時50分、もう11時ですね。あと1時間10分ね。もう着替えたわけでいけない。今日ちょっと遅めだったから、ランプとか。まあでもね、今日午後からね、お祭りなので、ね、昼間はちょっとゆっくりしないとね、体力も足りそうなので、ゆっくりしましょう。はい、うん、かわいいんだよ。うん、白コロかわいいね。白、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 白。見て、コロンかわいいでしょ。うん、めっちゃかわいいの、コロンは。なんかな。
あと30分だよ。耳。準備はいいですか？あと24時間まで30分だよ。だから待ってる。待ってるの？久々にテレビ見てるね。私はグリナを飲んでいます。始まるとレクション。着替えました。服です。服です。あと5分だね。うん。もう帰してよ。何？もう帰してよ。まだです。もう終わった。12時。本当？じゃあと1分だよ。あと1分の電話。見て。オッケー。うん。もうあと1分だね、これは。あと1分。まだ1分。もうちょうだね、まっすぐになるまでまだあと1分。もう30秒。すごいね、ちゃんと24時間経つね。3、4、5、もう1分。まだでしょ、もうちょい。もうちょい我慢だよ、リミ。あともうちょいだよ。終わった。あー、まだだ、まだまだ、もうちょい。粘る、ちゃんと測らなくちゃ。あ、いいでしょう、これは。これぴったりだよね。来ました。12時。やばい、ちょっともっとこっちになっちゃったね。あ、過ぎちゃった？はい、じゃあね、24時間達成いたしました。拍手。拍手してください。拍手。なんでしょう、なんで。早く帰ってほしいんだよ。ダメ、まだ。拍手。感想とか述べなくちゃ。せーの、拍手。じゃあひとまず返しますけど、すぐ見たらまた取り上げだよ。うん、はい、はい、ありがとう。24時間ぶりのスマホです。82%、 83%。はい、じゃあ感想はどうでしたか？24時間スマホを触れない生活。やっぱね、触れない、触りたい時にね、暇になるね、スマホが。うん、そうね、普段何気なく使ってるものがないっていうね。だから口がないから、うん、例えば口にしてね、口がないって言ったらさ、お風呂もさ、こうやっていけないし、ね、なんか嫌でしょ、うん、でも使わないときは全然楽なの。そうね、それでしょ。で、スマホも使わないときは全然楽なの。余裕だよって言ったのに、なんかね、朝とかも使いたいときに使えないのが一番嫌です。リミちゃん、リミちゃんはもともと YouTube しか見てないですけど、どうでしたか？マイクラしてる。あ、マイクラしてるね。どうですか？つまんない。つまんなかった？めちゃくちゃ嬉しい。つまんない。24時間ぶりのスマホだ。でもさ、スマホを触れないとさ、うん、2人でさ、じゃあ次これしようとかさ、うん、じゃあ次この遊びしようとかさ、普段には見られない姿を 見られた気がします、ママは。あと一番違うのがね、車内ね、車の中。いつも2人とも車乗ったらすぐスマホを見ちゃうから。いや、私寝ないもあるよ。まあね、でもスマホを見てるか寝てるかでしょ。そう。静かじゃん、どっちにしろ。車内はね、普段すごい静かなんですよね、2人とも。あ、それか、私お腹すいたって言ってる。うん。でも昨日は超うるさかったもんね。超うるさかった。歌ったりさ、喋ったり。特にそう、特にリミさんがね、ちょっと今見てないですよね。ダメよ。ホーム画面、うん、はい。ということで、ママとしてもなんかいつも喋んないところでずっと喋ってたり。いや、また中止されちゃう。大丈夫、返すからね。久しぶりになんかすごい喋ってきたりとか、ベタベタされたりとか、なんかね、ちょっとね、うるさいと思う時もね、多々ありました。あー、久しぶりのプリクラだ。ね。はい。まあね、スマホに、聞いてる？はい。スマホに依存しすぎるとダメだから、程よくね、使うのがいいよね。めっちゃいい。とにかく、リミちゃんは特にこの夏休みに入ってから、
もう本当依存してるように感じるわけ、ママは。からこれからもちょっとね、意味程よくだよ。もしまたスマホ見すぎってなったらまたやるからね。私も第2弾だよ。私も道連れなので妹の管理はよろしく。わかりました。ねえりんちゃん、わかった？ずっとまたスマホ YouTube ばっか見てたらダメだよ。うんってなんでって言ったよ、マロンが。はい、じゃあバイバイしましょう。24時間お疲れ様でした。お疲れ様でした。みみちゃん、挨拶ちゃんとしようね。はい、はい、なんていうの、森内を開いてる。ダメだよ、もう次、もう次すぐ24時間始まっちゃうよ、また。いやじゃあ、はい、じゃあ挨拶しましょう。うん、はい、スマホ置いて。はい、はい、はい、ということで今回ね、スマホ一日禁止というね、企画をやってみたんですけど、やっぱね、感想通りでした、うん、感想通りつまらなかったですね、うん、だから程よく今後使いたいと思います。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。それでは、バイバーイ。コロン、コロンもバイバイしてる。バイバイしてる。どうしたの、コロン？どうしたの？ワンワン。キロン？コロン、どうした？なんだよ、怒ってんの。モビーの出先出したこれで敵のアジトも壊滅できたし、一件落下だな。早っ、早っ。